はい、こんにちは。えー、今回はですね、えー、名古屋市天白区に、えー、不審者、えー、迷惑系 YouTuber というか、まあ、そういう類の人が、えー、いるので注意してほしいという動画です、えー。ヘスマリュウっていう方が逮捕されたり、迷惑系 YouTuber がどんどん増えているみたいなニュースは昨今多いですが、えー、それが、まあ、ヘスマリュウさんも愛知県出身らしいんですが、えー 名古屋の天白区でですね、えー、と人の顔を勝手に映したり、ね、YouTuber の YouTube の生配信とかでですね、でめちゃくちゃ怒られたり、えー、そうですね、まあ、あの交通ルールを守らなかったり、あのもう堂々と,、えー、と家賃を滞納することを YouTube で明言したりっていう方が、YouTuber がちょっと名前は出,さ出しませんが、今のところ。 迷惑かかるかもしれないんで、いるので、えっと、天白区に引っ越してくる方とか、天候とか転勤する方は、非常に厄介な人が多いということなので、気をつけてほしいという動画です。そうですね。なんか身長は170センチくらいで、年齢が30ぐらいだって言われてますね。で、やや小太り、中肉中背。で、夏は、 しましまの T シャツをよく着ているらしいって、ちょっとよくわからない情報がありますで。メガネはかけてないですね。裸眼で、えっと、武将被害をよく生やしている。で、声が甲高くて、ちょっと、その、まあ、一見すると普通の人に見えるらしいですが、あのー、やっぱ家賃の滞納とか大 あの堂々と公言してるので、でなんで YouTuber、YouTube がそれでバンならないか、ちょっと謎なんですが、まあ皆さんお気をつけください。多分今の YouTube の規制には引っかかってないようですが、まあ、引っかかることもないかもしれないので、まあね、これからね、早くちょっと YouTube も規制してほしいですよね。まあ2020年11月なんですけど、のお気をつけください。